こんにちは、今日の内容はですね、8節のバイナリーリレーションです。バイナリーリレーション、日本語で言うと二項関係っていうことになるんですけど、まあ二項関係っていうのは何かっていうと、簡単に言うと2つの間の関係のことです。例えば A と B っていうのがあった場合、 A と B は等しいとか、 A さんと B さんは兄弟だとか、 A さんは B さんのおじいさんだとかみたいな形にですね、その A と B に序列があるとか、 A と B が同じ性質を持ってるよとかっていうような形の、まあ A と B の間の関係ね、2つの間の関係っていうことになります。で、このバイナリーリレーション、本題に入る前に、テキストの流れで言うとスキップしていたカーテジアンプロダクトっていうのを先にお話しします。まあ、カーテジアンプロダクトのカーテジアンっていうのは、日本語で言うとデカルトのという意味です。デカルトのデの部分はですね、まあ、ある種継承のようなものなので、まあ、カルトのっていうね、あのデカルトのっていうのの、あのデの部分をスキップした飛ばした、まあカルトのカーテジアンになります。で、まあこのデカルトに絡んでですね、例えば小学校の時から使っている、皆さんがよく使っているこの直角に交わるこの座標形のことは、カーテジアンコーディネートシステム、デカルトの座標形みたいな形で呼ばれます。まあこれあくまでも参考までにということで、でこの、まあ、A と B の直積っていうのはどういうことかで、どういうふうな意味があってこういう概念があるのかっていうのをちょっとね、ざっくりと見ていきます。例えばここに集合 A と B があって、こいつの直積っていうのを考えたいと。で、まあここ A は、国の名前の3文字略記で、こっちは通貨の記号が書いてます。で、例えばスペインの略記と通貨記号をっていうふうに書いた、呼ばれた場合にはですね、こんなふうに書いたりしますねと。ESP のユーロマークみたいな。で、これは、先頭の部分っていうのは、この中から取ってきて、後ろの部分っていうのは、この中から取ってきてます。で、こういうふうにして、セットで書いて、一つのものを表すっていうようなことっていうのは、よくありますねと。一方で、まあ、小学校の時から使ってるような座標はありますね。ここの点を表すのはどうしますか。その時にはこれはこの原点から見て X 方向に3行って Y 方向に2行った点ですよみたいな形で3,2っていうふうに書きます。これ順番入れ替えたら違う意味になりますねっていうことなんで、順番がちゃんと意味を持って、最初は X の中から取ってくださいよと、次は Y の中から取ってくださいよっていうふうな感じですね。そうするとこういうやつをX と Y の直積集合の中の点、さっきのスペインの記号と、ユーロのこのね通貨記号っていうのも、先頭は A の中から取ってくださいよ、後ろは B の中から取ってくださいよって約束したような、これは A と B の直積の中の要素みたいな形でですね、見て表しますというか考えます。で、その時に A と B の直積っていうのをこういう記号で書きます。 A の B を、まあ、タイムスの記号、まあ、倍ね、 A 倍 B とか A タイムス B みたいな形でこういう記号で書きます。で、これをもう少し数学的に厳密に書くと、 A と B の直積っていうのは何かっていうと、こう2項、今回の場合は2つのね直積なんですけど、まあA と B がありますよと。この順番大切ですよと。で、先頭はこの A から取ってきて、2番目っていうか最後のやつはこの B から取ってくるよ。で、こういうような A と B の直積っていうのはこういう点の集まりですよっていうふうに表します。じゃあまあこれもまあ具体例なんですけどね。だからこれは A と B の直積だからこんなふうに書きます。これは X 軸 Y 軸の X と Y の中から取ってくるっていうんで、こういうふうな記号を書きます。で、もう少しね、これも具体例なんですけど、違う具体例も見てみましょうと。そうすると、今ここでは A として1、2、3って言って、B は
AB っていうこういう点からなってるような2つの集合を考えます。でこの A と B の直積はっていうとどういう感じかっていうとイメージとしては A っていうのがありますよと、ね、1,2,3 がありますよと、 B、AB っていうのがありますよと、で先頭に A から後ろに B から取ってきたやつを列挙してくださいっていうと、まあ、例えばここの点で言うと先頭からは2、後ろはね、方は B を取ってきた、ね、A の中から2を取って B の中から B を取ったっていう2の B ね、こんな風に表されますって考えると、この中から1個、この中から1個取ってきてその組でできるっていうとこの6点があるので、A と B の直積、ね、直積集合カーテジアンプロダクトっていうのはこういうような6要素からなる集合っていうふうに書けます。一方で今度は C と D っていう2つの、集合を取っていきます。でこの C と D の直積を考えたいんですけど、まあ C はマイナス1から1のクローズドインターバル、そして D は0から1へのクローズドインターバルってことなので、1つ目の、ねところを C からこの中から取ってきて、2つ目のやつね、後ろのやつを D から取ってくるような点の集まりなので、結局はここね、ハッチをかけたこの塗りつぶしたここの部分が C と D の直積っていうことになります。で今ここのポチって取ったようなこの直積集合ね、カーテジアンプロダクトの中のある1点っていうのは、だからこの中のある1点っていうのは、例えばここだとまあC の中からマイナス2分の1この辺取ってきて、 D の中から D の中から3分の1を取ってきたこういう点っていうふうにして表されますねと。まあ今まで普通に使ってきた概念だったんですけど、この座標この中のこの点はっていうとどういうふうに表すのって言われた時にこう表したんだけど、これは集合で言うとどうなんのって言った時になんか書きにくいよねっていうことで、まあ、こんな形にするとちゃんと書けますねっていうことがわかります。もう少しね、例続けます。で今度は X と Y の直積ね、カーテジアンプロダクト考えるんですけど、今度は X も Y も両方とも実数にしましょうねと。なので普通にこういうね X と Y ね、こういうふうに座標軸っぽく取ります。でこの時にそのX と Y のカーテジアンプロダクトの中から一つの点を取ってきます。要するに X はこんなから、Y はこっちね、こん中から取ってくる。まあいわゆるどっか適当な点っていう話ですね。その X と Y の間に Y イコール X の2乗っていう関係がありますよっていうと、結局はこの点とかこの点とかこの点とかってその点全部集めてくるとこういうね線になるので。これを G っていう風にすると、この G っていうのはこの点の直積の中の点の集まりっていうことなので、 X と Y の直積のサブセットっていうことになります。でもうちょっとね、今度はこっち、今みたいな形でこれを X と Y ってやってあげると、 X と Y のカーテジアンプロダクトっていうと何になるかっていうと、X 座標と Y 座標がねあるような点を全部集めてこいっていうことなので、結局はこのね黄色で書いてあるこの全域が X と Y のカーテジアンプロダクトってことになります。で一方でその中の1個のポチっていう点はその中の要素っていうことになります。1つ目が X のね値で、2つ目が Y の値になっていくようなこういう表記になります。でまたこうP って書いたこの緑のね線なんかっていうのは、この全体の中のある点をずら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 って集めてきたっていうことなので、点の集まりっていうことなので集合になります。これも集合、これも集合ってことなので、これはこの黄色でハッチしたやつの部分になるってことなんで、この緑っていうのはこの X と Y のカーテジアンプロダクトのサブセットだっていうことになります。部分集合ですね。で、先週やったカーディナリティね、まあ要素の数のようなね、集合のサイズ感を測るような概念だったんですけど、それちょっと復習も兼ねて、カーテジアンプロダクトについても同じように見ていこうと。まあこういういい
として ABC の3点からなる集合を考えると、もうまさにね、有限集合の場合は、その要素の数だったので、まあ、E のカーディナリティは3ですねと。F こんな風に取ると F のカーディナリティは2ですねっていうのはすぐ分かります。そして E と F のカーテジアンプロダクトっていうのは何かっていうと、先頭と、まあ、後ろがあって、先頭は E の中からね、そして後ろは F の中から取ってきてくださいよっていうと、まあ、3×2 の6通りがありますねと。っていうことなので、まあ、こいつのカーディナリティ、要素の数っていうことなので、これはまあ6個ありますねと。まあ、3×2 ね、カーテジアンプロダクトのこの表記のようにですね、 E が3で F が2だったら3個2個ね、このいわゆる組み合わせですね。だから 3×2 でこんな風になって あのカーディナリティ6っていうことになります。ということで、まあ、直積集合ね、カーテジアンプロダクトは何かっていうのをこう簡単にお話しできたので、さあ本番、バイナリーリレーションに関して進んでいきましょう。で、最初にお話したみたいにですね、バイナリーリレーションっていうのは2つの間の関係です。で、そのバイナリーリレーションのリレーションの R を取って、ギリシャ文字のローを使って、それがバイナリーリレーションだっていうふうに書きます。ちょっとね、中学高校と数字の代わりに X を使うとか A を使うとかっていうのは慣れてるとは思うんですけど、今回ちょっとイレギュラーでですね、2つの間の関係イコールとかレスザンとかいろいろありますね。ああいう記号の代わりに、イコール記号とかレスザン記号の代わりに、このローっていうのはギリシャ文字の、ローマ字でいうとこの R 版です。で、その記号を使ってそのイコールとかレスザンとかいう記号の代わりにしましょうねっていうことです。ちょっとね、慣れないと違和感ありありですけど。で、このローが X におけるバイナリーリレーションとか、 X と X のカーテジアンプロダクト上のバイナリーリレーションですよっていうのはどういうことかっていうと、まあ、ちょっと具体例で見てみると一番雰囲気分かりやすいんですけど、ここで言うとこのローはイコールに対応し、まあ、イコールがローですね。で、その時の二項関係っていうことなんで、 A と B の間にはイコールの関係がありますよと。で、 A っていうのを、まあ、X から取ってきたのが A で、 B も今度は2つ目のね、要するにこのカーテジアンプロダクトのところから A と B をそれぞれね、先頭と後ろみたいな形で取ってきますよと。で、この時にこのイコールの記号ね、これがバイナリーリレーションですよっていうのを、厳密に言ってみるとどんな感じかっていうと、今この A イコール B って書いたのが、これ本当？嘘？っていうのがはっきりしてるような状況のことを、そういう時にイコールがバイナリーリレーションだっていうふうに言います。直感的にはね、例えば A と B は似てるとかっていうと、本当に似てんの？似てないの？っていうことで、イエスかノーか、トゥルーかフォースかね、どちらかはっきり決められないんですけど、イコールとかだったら本当に合ってるか合ってないかってことなので、それがはっきり決められるようなね、状況の時にこれをバイナリーリレーションというふうに呼びます。なのでここに書いてるみたいですね、まあ、先頭 A 後ろ B をこれそれぞれから取ってきたやつがあった時に、それが A、B があって、その間の関係がこれですよっていうふうに書いたやつが、必ずそれが正しいか正しくないかが判別できるね、分けられる絶対にっていうような状況の時にバイナリーリレーションって言いますよと。まあ、ちょっと分かりにくいかもしれないので具体例ちょっと見てみましょうと。まあ、今の文脈で言うと、ここのね、取ってくるところを実数と実数にしてみましょうと。そうするとその実数の中からペア取れますねとね、2と3とか3と2とか2分の1と 0.5 みたいな形で、まあ、ペア取れます。で、そのペアの間にこういう関係を導入するとどうなるかっていうと、例えば2と3にこれ導入すると2グレーターザン3みたいになりますね。で、
イコール入れると2イコール3とこんな形になります。でこういうふうに書いたときにこれがうーんそうかなどうかなじゃなくて絶対に正しいか正しくないかっていうのが言えるような状態、例えばこれだと2グレーターザン3って書くとこれ正しくないですよね、間違ってますよと、3グレーターザン2って書くとまあ正しいねと、でまあこれ 0.5 ですから2分の1グレーターザン 0.5 って書くと、まあ、これも間違ってるよねと、まあ、これもイコール記号になったら間違ってる、これも間違ってる、これは正しいみたいな形で書いたやつが確実に正しいか間違ってるか言えるようなこういう関係のことを数学的にはバイナリーリレーションって言います。ということなのでレスザンとかイコールっていうのはこのカーテジアンプロダクト上のバイナリーリレーションの一つだよってことが言えます。他にもこの集合ね、集合も後ろに集合、前に集合後ろに集合みたいな形にするとこれ正しいか正しくないかっていうのは書いたやつが書かれたやつがね、それが本当かどうかっていうのは分かるのでこいつらもバイナリーリレーションの一つです。で続いてそういうなんかね関係が与えられてたらその関係を表す関係図みたいなね、そのバイナリーリレーションのグラフっていうことでこの関係を表す図っていうような形の意味でバイナリーリレーションローのグラフっていうのがあります。でそのバイナリーリレーションのグラフっていうのはどういうことかっていうと、まあここねそのそれぞれのねあのとこから A、B 取ってくるんですけど、この A と B の間にこのバイナリーリレーションの関係が成り立つような点を全部集めてきた、要するにこいつとこいつの間のこの関係を表すこの関係を満たしているような点の集まりっていうのをグラフと言います。これもまあイメージつかみやすいようにちょっと具体例ね出してみますね。まあ、今回具体例としてはまた実数です。だからこれがまあ実数みたいなやつなので、まあ、座標みたいな感じですね。そしてバイナリーリレーションとしてはレスザンとアンドイコールストゥーがイコールトゥーっていうのがついてるね、こういうのをこの記号をこのバイナリーリレーションとして採用します。そうするとこれそっくりそのままこっちに書き写してあげるとこのリレーションとしてこの記号を使いましたと。そして実数と実数のカーテジアンプロダクトからこう取ってくるってことはまあ座標ですねと。でまあこれがだからいわゆる X 座標 Y 座標みたいな感じですね。でここで A は B とこの関係ね、このリレーションになりますよっていうことなのでこう書くと、もうこれもグラフ、まさにグラフですね。X 座標 Y 座標があって X 座標の方が Y 座標以上ですよってなるとこれどんなことになるかっていうとこんな感じ、要するにこっちが実数こっちが実数なので X と X のね、このカーテジアンプロダクトっていうとこれ全体ですね、これ全体が実数と実数のカーテジアンプロダクトです。その中でその中の点ですね、各好き勝手こう取った点のうち X 座標の方が Y 座標よりも大きい、まあ、X イコール Y の線があって X 座標の方が大きい範囲っていうとここで発置したこの部分になりますねと。でここの部分がこのねリレーションの2つのリレーションの関係図グラフっていうことになって、ここの部分がこの G のこの記号という形でこんな風にして表されます。さらにねちょっとグラフの例を見ていきましょうと。例えば今度は X として整数じゃない、ごめんなさい、自然数を取ります。自然数ってことはこんな風に1,2,3,4、まあ、5,6,7,8 ってずっと続きますけどね、こっちも 1,2,3,4,5,6 点点点点点ってずっと続きますと。で今度はバイナリーリレーションとしてちょっとね最初に言ったみたいに A と B の間の関係であればいいので、ここではこんな関係を考えました。 A は B の約数ですと、要するにまあ A は B を割り切りますっていう話なので、こっち例えば A だと A が1だったらどんな整数でも1は割り切るので
ここも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 いわゆるこの関係を満たしている点の集まりなんで、このグラフの点になります。 A が2だったら2が割り切る数なんで2、4、6、8、10ですね。で A が3の時には3、6、9と、で A が4だったら4、8みたいな形で、この関係を満たすような A と B の組み合わせ全部取ってきてくださいよってところもずっと続きますけどね、5、6、7ってね、こんな風な形で表されますねっていう、こういうのもグラフの一つです。まあグラフっていうか、まあ関係図ですね。この関係を満たすような A と B 全部書いてくださいよと、っていうような感じですね。このバイナリーリレーションっていっぱいあるんですよ。例えば A は B の配偶者ですとかっていうのでもいいし、 A は B のお父さんです、 A と B は親戚です、 A は B よりも小さいとかみたいな、普通のね、 A は B の約数とか倍数でもいいし、 A と B の最大公約数は3ですとかみたいなね、そういうのでも何でもいいんですね。なのでいくらでもね、バイナリーリレーションあるので、その中でバイナリーリレーションでなんか特徴的なのは何かっていうのを考えたいと。でまあ基本的な考え方としては、ここで言うのは A と B の間にイコールのような性質を持ってるようなバイナリーリレーションは何ですかとか、要するに同じ性質を持ってるのは、 A と B が同じ性質を持ってるような関係っていうのは何ですかとかね、まあ結婚してるとかも、まあ A と B の間では同じ共通のね、 A と B は親戚だみたいな形で同じ共通の、性質を持ってるよっていう関係があったりとか、A は B の父親だとか、A は B よりも早いとかね、みたいな形である種序列を表すような関係とかっていうのもあります。でそういう感じでね、この関係の癖についてね、見ていきましょうというのが次のお話です。でここでは次の4つの癖についてちょっとお話してます。癖っていうのも変な言い方ですけどね、まあ特徴ですね、プロパティですね、このバイナリーリレーションの特徴です。でここではこの4つの癖について考えていきます。1つ目の癖っていうのは、名前としてはリフレキシビティ、まあ反射的、反射率を満たすとか反射速を満たすみたいな。で次がシンメトリー、対称だとね、対称性を満たしますとか。で次はその対称性に安泰がついてる、まあ反対するっていう意味、まあ反対称性、アンタイシンメトリー。それと最後がトランジティビティ、推移するね、移っていくよっていう意味の推移性っていうことの意味のトランジティビティという、この4つの癖についてが特徴的な癖があるので、これについて見ていきましょうと。でまあここに書いてますけど、これちょっとね細かく見ていきます。次で一つ目の特徴ね、反射性、どういうやつかっていうと、このリレーションの中において自分自身が両辺についても大丈夫ですよっていう性質です。で具体的にはどんなリレーションがあるのかなっていうのをちょっと見ていきましょう。例えばイコールっていうリレーション、 x イコール x って書いて、これ正解ですね。でこのイコール付きのレス算も x レス算 x 大丈夫ですね。2レス算&イコール2の2って言っても2、2で OK ですね。で方眼関係もね、A と A っていうのは、まあ、A の要素は A の要素当たり前なので、まあ、この方眼関係も成り立つので、こういうバイナリーリレーションは反射性を出すと、リフレキシブだということが言えます。一方、まあ
レス than の関係ね、こういうような関係っていうのは x と x の間にストリクトにね、真に代償関係がありますよっていうと、一緒だからこれなの成り立たないし、プロパーサブセットの場合もね、イコールを除くっていうと a がプロパーにこの a のサブセットになってるかっていうとならないので、こういうバイナリーリレーションは反射性は満たせない、この癖は持ってるね、持ってる持ってる持ってる、でもこいつとかこいつの場合、こういうバイナリーリレーションはこの癖は持ってないって話です。で続いてはこのシンメトリー対称性っていう特徴ね、癖について見てみます。まあこれどういうふうなことかっていうと、まあ、X と Y がある関係にある場合にはそれ逆にしても、関係あるよっていうような感じです。例えば X は Y の配偶者だっていうんであれば Y も X の配偶者ですねみたいな形で、こうやってね入れ替えても成り立つようなバイナリーリレーションってどんなのがあるのかなっていうと、例えばまあイコールがもう代表的なんですけど、まあ、X と Y が等しければ Y と X は等しいよねと、まあ、当たり前ですね。でイコールっていうバイナリーリレーションはシンメトリー対称性っていう性質を持ってるよと。一方で持ってないやつもあるんですね。例えばこの序列を表す、順序を表す、レッサン&イコールストゥのこの記号だと X と Y があって X は Y 以下ですよって言った時に Y は X 以下ですよなんて言えないし、 A は B のサブセットですよっていうことと B は A のサブセットですよってことは、これは行ったり来たりできない、ね、両立しない、一般的にはイコールの時は両立しますけどね、ありますねっていう、こういうのはこのリレーションとかこのリレーションはシンメトリーの、特徴は持ってないと。で次はこのシンメトリーに安泰、反対っていうね、安泰がつくようなねの、安泰シンメトリー、反対称性っていう性質があります。でこの反対称性っていうのはこの対称性に反するパターンだとどうなんのっていう話です。 X と Y があるリレーションにあって、それ順番入れ替えた Y と X があるリレーションに、これどっちのリレーションも成り立つのはイコールの時ですよっていう、例えばまさにこれですね、 X が Y 以下で Y も X 以下っていうのはどういうことかっていうと、これは X イコール Y ですよと。で A が B のサブセットで B が A のサブセットだ、まあ、いわゆる証明の時に使ってたやつですね、どっちもの方眼関係が成り立つっていうことは A イコール B のことですよということなんで、この性質を持ってるようなやつのことを安泰シンメトリーって言います。まさにここですね、ここで言ったレスザン、レスザンが反対になるとイコールの時だけね、 A と B と B と A、 これまさに証明で使ってたパターンですねと。でじゃあこの安泰シンメトリーを満たさないやつっていうのはどんなのありますかっていうとですね、まあ、例えばこれ満たさないっていうと語弊があるんですけど、例えば X は Y よりプロパーにちっちゃい、 Y は X よりプロパーにちっちゃいなんてことはもうありえないので、まあ、そもそも前提部が成り立たないので、こういうことは言えないと、まあ、とりあえずはねこの議論の訴状にすら乗らないというパターンですね。まあ、なのでこの安泰シンメトリーはまさにこの序列を表すようなバイナリーリレーションのためにあるような性質、癖です。で最後がトランジティビティ、推移性っていうやつです。推移性っていうのは移っていくっていうイメージなので、まあ、そのイメージでこれちょっと見ていきましょう。 X と Y がある関係にあります。でその Y がさらに Z と同じような関係にあると、X から Y、Y から Z に推移していくかのごとく、X と Z の間にもその関係がありますよっていうのが推移性です。ちょっと具体例見てみましょうと。そうすると、例えばこのバイナリーリレーションとして、このレスザン、イコール付きのレスザン見てみましょう。
これはまあ別に本当はこのイコールついてなくてもいいんですけど、まあ、X と Y 比べた時に Y の方が大きいよと、まあイコールもついてるんですけどね。でさらにその Y よりも Z の方が大きいよっていう場合には X よりも Z の方が大きいよってことが言えますねと。イコールも同じようなこと言えるんですね。 X と Y が等しいよ、 Y と Z が等しいよって言った時はもう全部等しいよっていうことなので、 X と Z は等しいよ、こういうようなやつのことをあのトランジティビティっていうふうに言います。これ常に成り立つわけじゃないんですね。成り立たないパターンもあります。これどうなるかっていうと、例えばじゃんけん見てみましょうと。グーとチョキ比べます。グーよりチョキの方が弱いよと。でその弱いチョキよりもさらにパーの方が弱いんだから一番強いのはグーですよっていうのはじゃんけんの場合成り立たないですね。パーの方が強くなってるんですね。こういうやつはまあ推移性を満たさない、トランジティビティを満たさないバイナリーリレーションだっていうふうに、じゃんけんのバイナリーリレーションの強い弱いはね、トランジティビティは満たしませんと。こういうような形で代表的なこの4つの癖を見ていきましたと。でこのね4つの癖を使ってこれから似たようなもの、要するにイコールのようなものっていうのを表すリレーションのクラスと、序列を表すような関係を表す2つのね、クラスに分けます。もう一回繰り返すと、イコール、まあ、平等だよっていうリレーションと、序列があるよっていうね、リレーション、対照的なこの2つにいろんなリレーションを区別していきましょうということを考えます。でまずは最初は平等だよっていうリレーションから考えていきます。ここではエキバレンスリレーション、日本語で言うと同値関係、同じ値ね、同じ値っていう感じで当てる同値関係っていうのを考えます。で、あるねリレーションが同値関係だよっていうのは、まあ、この名前の通りね、同じって言ってるぐらいなんで、このバイナリーリレーションローが、エキバレンスリレーションっていうのはイコールのようなね、平等だよって言ってるような関係です。でその平等だよって言ってる関係っていうの、エキバレンスリレーションだよっていうためには、このバイナリーリレーションが次のこの3つの癖を持ってるね、3つの特徴を持ってるような時にこいつをバイナリー、あ、ごめんなさい、エキバレンスリレーションだっていうふうに言います。一つはリフレキシブ、 X イコール X みたいなパターンですね。でシンメトリー、 X イコール Y ならば Y イコール X みたいな。でトランジティビティ、 X イコール Y で Y イコール Z ならば X イコール Z みたいなね、この3つの性質を持ってるようなバイナリーリレーションのことをエキバレンスリレーションっていうふうに言います。今言ったみたいにイコールは当然エキバレンスリレーションの代表格ですということなので、代表格なんで一応もう一回ね、しつこいようですが見てみましょう。反射率 X イコール X OK、 対称率 X イコール Y だったら Y イコール X OK と。で推移率トランジティビティ X と Y が等しくって Y と Z が等しかったらこうつながって X と Z は等しいよ、これも OK ということなので、イコールはエキバレンスリレーションです。一方でエキバレンスリレーションでないっていうのは、この3つのうちのどれかを満たさないような、リレーションは、バイナリーリレーションはエキバレンスリレーションではないので、今これは平等を表すイコールなんですけど、まあ序列を表す列算でもちょっと平等を表すイコールもついてますけどね、このイコール付きでも。まず反射率、これはまあ正しいですね、 OK ですね。で1個飛ばしてトランジティビティも見てみます。 X と Y、 Y の方が大きいよね、 Y は X 以上だよ、でその Y よりも Z は大きいよ、 Z は Y 以上だよっていうことなんで、まあ当然こっちの方が大きいし、それよりもさらにこっちの方が大きいので、まあこれとこれ比較したらですね、まあ言わんやって、まあこっち親っていう話ですね。ということで最後、これもシンメトリーも満たしていればエキバレンスリレーションなんですが、残念ながら、
x と y で y の方が大きいよってね、 y は x 以上だよっていうふうに言えたら y は x 以上だよって言えるかっていうと、これはまあ序列の問題なんで順番入れ替えることできませんね、これ満たさないですねっていうことなので、こういうねイコールはついてても、まあ序列を表す列算っていうのはイコールのグループではありませんよと、まあ後から出てくるんですけど、まあこれは序列のグループの関係っていうことになってます。まあ、あの最初の方に言ってたみたいですね、まあ、バイナリーリレーションっていうのは A と B の間の関係だったら何でもいいので、例えば A と B は同じ出身地だとかね、そういうのでもいいんですね。なので今回ちょっとね A と B 少し不思議な関係を持ち出します。 A-B が3で割り切れるのであればこういう関係として書きますよっていう、まあ具体的に言うと3と0とかだったら 3-0 は3で0、あの3で割り切れるから3リレーション0って書いてもいいし、まあ3で割り切れればいいので5と2とかね、5-2は3で割り切れるし、例えば11と、いくつだ？8か。11と8とかってやってあげても、11-8は3なので OK と。11と2とかでもいいんですね。11と2だと、11-2が9になって、この9は3で割り切れるから、みたいな形で。まあ、そういう感じです。まあ、3で割り切れるってことは3の倍数っていうことなので、まあ、ちゃんと数学っぽく書くと A-B が 3N として表されます。ただし N は整数ですよみたいな形でね、こういうような時にこう書きましょうっていうバイナリーリレーションを一つ考えると、実はこのバイナリーリレーションはエキバレンスリレーションになるんですね。じゃあこれ一応証明ですね。これが本当かどうかっていうのをちょっと論述していきましょうと。まあエキバレンスリレーションだっていうことなので3つの性質を持ってるかどうかを確認してあげればいいということなので、まずは1つ目、反射性ね、リフレキシビティが満たされてるかどうかってことなんで、要するに自分を2つ並べても大丈夫ですかっていうことなので2つ並べましたと。でここのバイナリーリレーションとしては、これ引くこれが3の倍数だったらいいんだよっていうことなので、こう並べると A 引く A は0だからちゃんと3の倍数ですねと。まあ1つ目のリフレキシビティ、反射率ね、反射性は満たしたと。じゃあ次はシンメトリーですね、対称性です。対称性っていうのは A と B がこういう関係にあるよっていうと、それ入れ替えてB と A もその関係にあるよってことが言えればいいと。じゃあこれちょっと見てみると、まあ、A-B がもし3の倍数であるとするならば、逆も言えればいいですね。これが言えればいいと。B-A が3の倍数だったらいいってことなんですが、A-B が 3N って表されるんであったら、B-A っていうのはマイナスの A-B だからマイナスの 3N っていうふうに表されるってことは、3かけるここマイナス N。これも、整数ですね。なので、はい、OK ですねっていうことが分かりました。シンメトリーも満たされたと。じゃあ最後、トランジッティビティですね。推移性。さあ、じゃあこれ見ていきましょうと。推移性っていうのは、A と B の間にこういう関係があって、さらにその B が C と関係があれば、これがつながって推移して A から C に行って、A と C の間にも関係がありますよっていうことなんですが、これもちょっと見ていきますね。A と B。がこの関係にあると、 A-B が 3N って表されますよと。で今度はこっち、 B-C も3の倍数、違う文字使って 3M と表されますよと。そうするとこれを言うためには A-C が3の整数っていう 3×整数で表されたらいいので、 A-C っていうのは A-B 足す B-C、 こういうふうに書けますねと。で A-B は 3N だし、こっちね、B-C は 3M っていうことなので、これ足すと3倍の M 足す N で、整数足す整数は整数になるので 3×整数っていうことで
3の倍数だっていうことで、これも言えるねってことなので、反射、対称、推移、3つとも言えたので、この関係、このバイナリーリレーションは同値関係、エキバレンスリレーションだよっていうことが言えましたと。で、このエキバレンスリレーションっていうのは、最初にもう言ったんですが、まあ、イコールのようなものですね。同じものを左と右が同じようなものだっていうふうなことだったので、これを踏まえて同じようなもの同士を集めてみましょうっていうふうに考えます。というわけで、同じようなものを集めましょうということで、同値な、ね、集合とか、ここ、クラスっていう時もあって、エキバレントクラスとかエキバレントセット、日本語で言うと、まあ、同値類っていうふうに言います。あの学類とかの類ですね。同値類っていう概念を用い出します。ここエキバレントセットって書いてますけど、エキバレントクラス、エキバレントクラシーズっていう場合もあります。で、表記に関してなんですけど、 C の X みたいな形で書いて、これはどういう風なやつかっていうと、これがそのエキバレントセット、エキバレントクラスです。何のエキバレントクラスか、 X です。 X のイコールのような、だから X の似たものの集まりですよと。で、その似たものっていうのは何かっていうと、 with respect to ってことは、に関してっていうことなんで、このあるバイナリーリレーション、イコールのようなね、イコールのようなバイナリーリレーション、エキバレントリレーションだったので、エキバレンスリレーションだったので、まあ、このエキバレンスリレーションに対して似てるっていうような関係において、 X と似てるやつを全部集めてきたやつがエキバレントクラスっていうふうに言います。まあ、これ厳密に見てみると何かっていうと、これはエキバレンスクラスで、エキバレンスリレーションです。イコールの親戚みたいなやつですね。あの3つの、反射対称推移の3つの性質を満たす、なんかイコールの親戚みたいな関係です。で、どういう Y を集めてくるかっていうと、この X ね、X と似てるよと、X とイコールのような関係、X と、エキバレンスリレーションで結ばれてるような Y を全部集めてきたやつのことを X の同値類、ね、エキバレントクラス、エキバレントセットというふうに言いますよと。なので、ここにちょっと書いてるみたいですね。こいつ自体は X とエキバレントな要素を集めてきたやつなので、この中に入ってる Y っていうのは X とエキバレントなんですね。だから、この X のエキバレントクラスの中に入ってる Y っていうのは、 Y は X とエキバレントだよっていうふうに言われますと。ということで、まあ、ここでエキバレントセットっていうのを導入しましたと。じゃあ、これも具体例をちょっと見てみますね。じゃあ、例えば直前にやったやつですね。A-B が3で割り切れるね。A-B が3で割り切れるよっていうような同値関係における同値類、エキバレンスクラスを考えます。で、今回は4とエキバレントなやつを集めてくるよと。4とエキバレントなやつを集めてくるっていうと、ここに書いたみたいに、ここが4になるやつね。だから A-4 が、A-4 が3の倍数になるような A を全部集めてきますよってやると、4の仲間ですね。そうすると、Y-4 が3の倍数になるようなお仲間 Y を全部集めてきますよっていうと、どうなるかっていうと、まあ、その仲間っていうのは、今口で言ったみたいに Y-4 が3の倍数になりますよということは、どんなやつがあるかっていうと、4があって、引くと3の倍数になるってことは7ね。7-4は3。じゃあ次にさらに3飛んで、10-4が6で3で割り切れるし、じゃあ次、まあ7に3足して3、10に10、あの3足して13、13-4は9で、3で割り切れるから、まあ、
4、7、10、13、3足して16、19、22とかって逆側もそうですね、マイナスの方も今度は3引いてあげて1、3引いてあげてマイナス2、3引いてあげてマイナス5とかみたいな、要するに1、3、7、10ってことは1から1から3足して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 みたいな、これも1から3引いて3引いて3引いてみたいなやつなので、こういう形で表されるやつ全体が4の仲間ですよ。まあこれざっくり言うと何かっていうと、3で割った時の余りが一緒の、要するに3で割った時に余りが1になるようなファミリーっていうことになります。だからそういう共通の性質を持ってるファミリーに、クラスに分けましたってことなんで、4の仲間っていうのは、4っていうのはここでは3で割り切れるかどうかっていうようなお話だったので、4の仲間っていうと3で割った時に1余るようなお仲間で、ずら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 ってこういうのが4のこの関係におけるこの関係に関するですね、 with respect というこの関係における4のお仲間、エキバレントクラスっていうことで、3で割った時の余りが一緒になるやつ全体みたいな形になります。でここでですね、今エキバレンスクラスを作りましたと。でエキバレンスクラスに関して一つの命題を考えます。でここでは何かっていうと、 X のお仲間と X プライムね、 X チョンのお仲間があった時に、この間にもし交わりがあったとするならばね、交わりが空でない、要するにどっかで交わったとするならば、一部共通するところがあったとするならば、まあお仲間はお仲間でしょって話ね。今のまあ直感的に言うと、これは X のお仲間の X と同じ性質を持ったやつです。でこれは X チョンと同じ性質を持ったやつの集まりです。でこの間に共通部分、こっちにも入ってるしこっちにも入ってる人が一人でもいるとするならば、それはみんな仲間でしょっていう話なんですね。じゃあこれちょっと証明してみましょうと。まあイコールの証明なので、片方を取ったやつが片方の中入ればいいっていう話なんですけど、まあだからまずね、この中から1個取ってきましょう、まあレッド、まあとしましょうねっていう話ですね。そうするとここで条件で、こいつとこいつは共通の何かね、この仲間とこの仲間は共通に入ってるやつがいますよ、ね、空じゃないですよって言ってるので、まあ、これが空ではないですよって言ってるので、なんか取ってこられるんですね。この中から、この中から、とりあえず1個取ってこられますと。っていうことなんで、1個取ってきましたと。共通するやつね。じゃあ、まあ、これ書き下すと、ね、インターセクションの定義ですね、こっちにも入ってるしこっちにも入ってるよって話です。ということでこれは何だったかっていうと、このエキバレントクラスの表現というのは、これは X の仲間の中に Y が入ってるってことなんで、 Y と X はこのバイナリーリレーションね、エキバレンスリレーションで結ばれてるよと。でこれも X チョンの仲間の中に入ってるってことは、この Y っていうのは X チョンとこのリレーションになってますよっていうことが言えます。そうするとこいつね、エキバレンスリレーションっていうのは反射、対象、推移の3つの条件を満たしてたので、ここでは対象の条件を使います。要するに入れ替えても大丈夫よっていうことなので、これ入れ替えましたね。シンメトリープロパティね、こいつがシンメトリー、いわゆる対称性を持ってるよっていうことなので、ここ入れ替えましたと。そうするとこんな形ね、ここはそのままです。そうするとこれ見たらなんか気づきますね。トン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 、トランジティビティ、推移性を使います。推移性を使うと X と Y が関係があって、 Y と X プライムが関係あるので、ポーンって飛んで X と X プライムが関係してますよと。そうするとこれはX プライムのお友達っていう話になるので、これはまあここでやったのと一緒ですね。
Y は X のお友達っていうことなんで、 Y と X はっていう話だったので、これを、X は X 賞のお友達っていうことなので、こいつのお友達っていうことで同治類に入りましたと。はい、こっから取ったやつがこん中に入ったっていうことなので、こいつが言えましたねとね、この方眼関係が言えましたねと。逆もこれ X とか X チョンとかってただ記号変わっただけなので、全く同じことを言えば、ね、ここを X チョンに変えてあげると、ね、ここ X チョン、これが X チョン X ってやってやると全く同じことが言えるので、まあ、あえて、ね、完璧な完コピみたいな話になるのでやる必要ないですねと、まあ、上と同じ方法でできますよということで、両方の方眼関係が言えたので、はい、できましたっていうことです。で、今のやつをね、もう具体例でちょっと後追いしてみます。またさっきと同じね、A と B のね、差が3の倍数になりますよっていうね、同値関係、エキバレンスリレーションに関して、さっきね、4のエキバレントクラス見つけましたねと。この引いたやつが3で割り切れますよっていうことは、要するに何だったかっていうと、3で割った時の余りが4と同じですよっていうグループに分けたのと一緒でしたねということなので、まあ4の同値類っていうのは、まあ4、7、10、13、16とか下に行くと4、1、まあ余りが1の代表ですね。まあリプレゼンテイティブというか代表源みたいな言い方もするんですけど、まあこいつが代表です。で、マイナス2、マイナス5みたいな形になっていきますねと。ということなんで、イメージとしてはこの4のお友達はこの中いっぱいいるんですね。じゃあこの中のお友達の中で、例えば4のお友達の10を選んであげたとすると、10のお友達ってどうなんのっていうのを見てみるんですね。じゃあ10のお友達に注目してみましょうっていうと、じゃんと今度は10のお友達です。10のお友達っていうのは10のお友達ですね。10とこのリレーションにあるね、 Y の集まりです。これは10のお友達です。じゃあ10のお友達っていうことなので、まあこのバイナリーリレーションローっていうのはこういうことだったので、これを書き下すと Y-10 が3の倍数と。そうすると、まああと一緒のままで、これちょっとだけ書き換えるのね。10っていうのは 3×3+1 ですね。 3×3+1 なので、10を 3×3+1 って書き換えましたと。そうするとこれ移行すると、 Y はこれポンってこっち移行すると 3M と 3×3 とあと余った1っていうのが出てくるので、これはM たすね、整数たす整数は整数になるので、まあ、これを M たす3を N としてあげて書き換えてあげると、こうなったと。こうなったっていうことは、3の倍数たす1っていうことは、3で割ると余りが1になるやつっていうことなので、あ、一緒だね。だから4のお友達の中に10がいるんであれば、10のお友達も一緒だよと。まあ同値関係というのはこういう感じです。で、その中の同値類っていうのは、これのお友達がこれだったら、そのどれを取ってもそのお友達っていうのは同じだねと。だからみんなお友達だよっていう話になります。まあそういうのを同値類って言います。で、これね、お友達だったらどれを代表にしても全部同じお友達になるっていうのと、あとお友達がこうやってここで言うと、これね、かぶってる4のお友達と10のお友達がなんかいくつかかぶってるんですね。かぶってる時にはもう完全に一致してるよっていうことなので、お友達は全部つながるんですよ。そうするとお友達じゃないやつは、まあ、絶対つながらないっていうことを踏まえると、何が言えるのかなっていうと、この整数全体をお友達ごとにグループ分けしてあげましょうっていうことを考えたいと、ね、今これ4というか、まあ、1を代表にした 余りが1のお友達軍団って話なんですね。
で整数を3で割ると余りが1のお友達軍団っていうのが一つできましたと。じゃあまたこんな風にしてお友達軍団をいくつか分けてこの整数を全部バラバラに分けてあげようととか、まあ、グループに分けてあげようとね、余すことなくっていうのを考えたいと、そういう概念が小集合っていう概念がですね、クォーシェントセットね、あの小集合の小っていうのはあの、割り算の小です、商売の小です、小とセット集合です。でクォーシェントセットっていうのがあって、そういう小集合っていうのがあります。で小集合っていうのはどういうやつかっていうのをちょっと見てみますね。でまあ小集合です、 X の小集合です。この X っていうのはこのバイナリーリレーションが議論されるまあ集合です。でまあこのバイナリーリレーションはエキバレンスリレーションね、同値関係です。その時に小集合っていうのは何ですか、あこの WRT って書いてあるのはこれよくあの数学で使う略記なんですけど、 With respect to、まあ、に関するってことです。小集合です、 X の小集合です、このバイナリーリレーションローに関するねっていうことで、でまあ数学のまあをやってる人の方言として、これは X をローで割ってやるみたいな言い方するんですけどね、まあ小集合の小のイメージでね、この集合 X をバイナリーリレーションローで割ってやるとっていう風な言い方なんです。こいつ自体を小集合と言います。でこの小集合っていうのは何かっていうと、この X の中からいろいろ点取っていくんですね。さっきの、整数で言うと4取ってきたり10取ってきたり1取ってきたり8取ってきたりって適当に取ってきます。でそのお友達軍団ですね、同値類を全部集めてきたやつのことを小集合と言います。これすごくちょっと分かりにくいので具体例、まあ、具体例出ても分かるかどうかちょっと悩ましい部分もあるんですけど、ちょっと具体例出してみていきます。で整数全体ね、整数全体を、だからここが Z、 整数全体です。整数全体をさっきのこのバイナリーリレーション A-B が3の倍数になるよっていうね、リレーションで割ってあげるとどうなるかっていうと、これ整数なので01でもいいし123456って順番に取ってきて、そいつのお友達グループをやっていきます。そうすると0のお友達っていうと A-0 が3で割り切れるってことなんで、余りが0のグループなんですね、3で割った時の。そうすると -9-6-3-0-3-6-9 点点点点点っていうのが0のお友達です。でさっきのところで言ったみたいに0のお友達がこれだったら6のお友達もこれです、 -6 のお友達もこれです、9のお友達もこれです。で続いては0取った後に次は1取りましたと。1っていうのは3で割った余りが1の集まりっていうことなので1470で、逆に戻ってもマイナス2マイナス5、ね、余りが1で3飛ばしのやつが1のお友達っていうことになります。これもさっきも、まあ、しつこいようですけど同様に1のお友達がこれだったら7のお友達もこれだし、マイナス5のお友達もこれです。で最後にこれが最後だっていうことはまあ分かるかなっていう話なんですけど、2のお友達っていうと3で割った時の余りが2のお友達っていうことで2、5、8、11ね、2からマイナス1マイナス4みたいに余ったやつが3で割った時の余りが2の時のお友達です。これも同じように5のお友達もこれだし、マイナス7のお友達もこれっていう話になります。そうすると整数って3で割った時の余りが0になるか1になるか2になるかの3パターンしかありませんね。ということはこれ実はこれをバーって見ると整数全体は3で割った時の余りが0のお友達グループと1のお友達グループと2のお友達グループに互いに交わることなく、ね、
このお友達とこのお友達共通して入ってる人いないんですね。もし共通して入ってる人がいたら一緒っていう話でしたからね、さっき命題証明したみたいね。なので相入れない、完全にバラバラに、かつ整数すべて0123456789101とかね、逆に言ってもマイナス1マイナス2マイナス3マイナス4マイナス5マイナス6っていうような形でお友達グループとして整数全体をこの3つのグループに分ける、ごめんなさい、この3つのグループに分けることに成功しましたねっていうことなので、これは整数をこの関係ローで割ってあげるとこのグループになりますよと。この関係っていうのはね、A と B 引いてあげると3の倍数になるってことで、まあ言い方変えるとこの関係っていうのはあのエキバレントクラスの考え方で言うと3で割った時の余りがね一緒になるようなグループっていう形になって、まあ綺麗に整数がこの関係によって分割されたと。まあ Z っていうのは分割されるよと、これにねと、この3種類のグループに分けることができましたよっていう、こういうのをクォーシェントセット、小集合っていうふうに言います。これちょっと逆に分かりにくくなるかもしれませんが、こういう小集合も作れます。で今回はどういう同値関係考えるかっていうと、 A と B が同じ関係にあるよっていうのは、あのコサイン A とサイン A っていうのがあって、 A と B が同値だっていうのはコサイン A とコサイン B が等しくって、サイン A とサイン B も等しいよっていうような関係です。まあ絵で言うと、まあここの角度をね、ここの角度を A とかってすると、まあここの X 座標がコサイン A で、ここの Y 座標がサイン A っていうことなので、A とね、でここの変革ね、ここの変革が A なので、コサイン A と、まあ、ここコサイン B ね、サイン A とサイン B が等しいよっていうことは結局はどういうことかっていうと、ここの角度と同じコサインとサインを出す、サインを出すっていうことなんで、ここと、あと1周してきてここと、2周してきてここと、3周してきてここと、4周してきてここか、もしくは逆回りでここかここかここかみたいな話になるので、まあ例えばね、0コサイン0サイン0ね、ここの0にね同じここの点になるやつっていうと 0,2π,4π,6π、 逆回りだと -2π-4π-6π みたいなやつが0のお友達ですねと。同じように適当な角度θね、適当な角度シーター、シーター取ってあげると、このシーターのお友達っていうのは、シーター1周回ってシーター、2周回ってシーター、逆回りに1周も戻ってシーター、そしてシーターから2周戻るみたいな、こういうやつが、シーターのお友達、シーターの同値類エキバレントクラスになりますよってことなので、実数全体を、実数全体っていうかくる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 回る実数ですけど、まあ、この実数全体をこの関係ローで割ってあげた小集合ね、クォーシェントセットっていうのはどんなやつかっていうと、まあ0のとか2分の π のみたいな形の、結局はこの0から π1 周分ですね。まあ端っこ微妙なところを見てみると、まあ0は入るけど 2π は入らないギリギリ手前までですね。こういう1周分のある点とその何周分、その何周分みたいな形で、こういうね風な同値類に分割できますよってことで、これがこの同値関係の小集合って話になります。でエキバレントリレーションね、今やってきましたと。でまあこのエキバレントリレーション今いくつか例題でがっつりやってきましたねと。で最初の方にも言ったんですけど、まあ、関係をいくつかのプロパティ癖をやって、平等のやつと序列があるやつの関係のグループ分けしましょうということで、
今やったエキバレンスリレーションっていうのは、まあ、平等イコールの親戚みたいなやつでしたと。で一方で今度は序列を表すようなグループとしてこのエキバレントリレーションに対してオーダーとリレーションっていうのを考えていきます。で、まあ、オーダーリレーション、オーダーとリレーション、ね、順序付けられた関係っていうのはどういうやつかっていうと、エキバレンスリレーションが反射、対象、推移っていうのを満たしているようなバイナリーリレーションのことをエキバレンスリレーションって言ったのに対して、順序付けられたオーダーとリレーションっていうのはここのシンメトリーが安泰のシンメトリーになるような関係っていうのをオーダーとリレーションっていうふうに呼びます。まあ、こいつね、こいつの一般形です、一般化です。まあ反、いわゆる反射ね、リフレキシビティっていうのは A と A、 この記号大丈夫ですねと。で安泰の方ですね、安泰の方っていうのは、A と B が以下ですよ、逆も以下ですよってなると、まあこれはイコールのことですねと。これ集合の方眼関係の時もやったパターンですね。でこっちがトランジティビティ、推移性っていうのは B の方が大きいよ、さらに C の方が大きいよっていうなら、まあ言わんやこっち親っていうパターンですね。っていうことなので、エキバレンスリレーションに対抗して、まあ、平等軍団に対抗して今度は序列軍団ですね、オーダーとリレーションっていうのを考えます。まあ、だからもうほとんど双子なんですね、シンメトリー、双子っていうか、全く違うんですけどね、シンメトリーか安泰のシンメトリーかっていう関係になります。でちょっと毛色は違うんですけど、エキバレンスリレーションの時にはエキバレントクラスってことで、お友達のグループにじゃんじゃか分けましょうっていうことをやってきたんですけど、まあ、今回は序列があるので、並んでるので、グループには分けられないんですね。ただ序列のつながりっていうことだけを考えたいということなので、パーシャリーオーダードセット、略して PO セットでポセットっていう風に言う概念をちょっと紹介しますと。なので、関係が載ってるね、X と関係を2つこうセットで書いてあげて、これ別に直積とか関係なく単にセットで並べて書いてるだけです。このバイナリーリレーションとそれが乗っかってる、そこを議論してる X ね、この2つをペアでちょんちょんって並べて、この2つをセットでパーシャリーオーダーとセット、ポセットっていうふうに言います。で、このポセットっていうのは、まあ、今言ったみたいに、バイナリーリレーションで、それがオーダードですね。ちょっとごめんなさい、間違ってますね、これ。オーダードリレーションで、それが X においてっていう、ただ、それを説明してるだけのペアです。で、このポセットね、どんなのがあるかっていうのをちょっと具体例見ていきましょうと。まあ乗っかってる議論したい、集合としては 1,2,3,4,5,6 みたいな、このサイコロの目みたいな集合上のバイナリーリレーションを考えます。そうすると例えば1と3の間のリレーションとか3と6の間のリレーションみたいな形なんですけど、まあここではリレーションとしては、このイコール付きのレス算、まあ要するに左より右の方が大きいよっていうことなんで、こいつが序列上位、こいつが序列下位みたいな感じのイメージで表します。まあこれオーダードリレーションだから、オーダーだからまさにその序列なんでね、序列をつけるリレーションなので、これによって序列をつけるとどうなるか、普通の素の数字の大小関係で序列つけます。そうすると1よりも2の方が上で、2よりも3の方が上で、3よりも4、4よりも5、5よりも6っていう普通に数字のこう序列がつきます。そうすると推移率っていうのは1と3比べたら3が勝って、3と4比べると4が勝ってるから、1と4の間だと4が勝ってますねとか、そういう話になるんですね。
で一応こういう形の序列がつきます。まあここイコールがついてるんでちょっと多少微妙な部分はありますけど、こういう序列です。まあ直上はまあイコールが今回はつかないでね、こういう形の1から6までにこういう序列がつきます。他にもまあこういう序列、どういう序列かっていうと、 A は B の約数ですよ、まあ、B は A に割り切られるっていうような形で、序列、こっちの方が下位、こっちが上位みたいな形で序列をつけることを考えましょうと。そうすると1は全部を割り切るんですね。まあ要するに全ての数の約数になっているので1はもう最下位ですね、最下層です。で割り切る割り切られるの関係だと2は4と6に割り切られて、割り切ることができて、3は6だけ割り切れるし、5とか4とか6はこの中だとどの数も割り切ることができないので、でまあ1は2を2は4をみたいな形のこういうようなね、推理も考えるとこんな形の4の約数2と1とかね、6の約数2と3と1とか、5の約数は1だけ、まあ自身もそうですけどね、3の約数は1だけ、2の約数は1だけみたいな形の、こんな形の序列が作られて、こういうやつのことをポセットね、 X はこれで序列の関係はこういうような関係で、こういうのをポセットっていうふうに言います。で集合の方眼関係もね、もう明らかに序列ですね、含む含まれないので、例えば ABC っていう3つの点を取って、そいつのサブセットからなるような集合をここではまあ花文字っていうかスクリプト体の S、 一応これ S なんですけどね、で書いてとすると、この S の中に、 S の上にというかね、 S の中にこの序列を使ってポセットを構成してあげるとどうなるかっていうと、これの部分集合っていうのはエンプティと A と B と C と AC と BC と AB と ABC、 これね8つあるんですけど、その中で含む含まれないの関係っていうのはこんな感じでね、含む含む含むとかね、含む含む、あ、サブセットサブセットサブセットみたいな、こういうような立方体の頂点に対応しているかのような、こういうような序列の関係ができて、まあこれも一つのポセットっていうことになります。ということで全体のまとめです。エキバレンスリレーションっていうのはイコールの親戚ですね、イコールの一般化したような感じです。でそれは反射率、対称率、推率の3つのね、癖を持っているとか特徴を持っています。でその中でまあキーワードっていうのはその同値類っていうことで、イコールの関係で、イコールの関係でってことなので、まあお友達を全部集めてくるようなお友達軍団みたいなやつのことが同値類ね、エキバレンスクラス、ごめんなさい、エキバレントですね、ごめんなさい、ダメだ、エキバレントクラスっていうのに分かれますと。そしてそのお友達のできたそのエキバレントクラスね、エキバレントクラスを全部集めてきたやつを、だからまあクラス対抗みたいな状態になってるやつのことをクォーシェントセ、小集合っていうふうに呼びましたっていうのが同値関係グループですねと。で逆にこの平等グループに対しては序列グループっていうのがあって、オーダードリレーションのグループっていうのはここのシンメトリーの関係をアンタイシンメトリーに書き換えたと。要するにイコールに対してね、平等のイコールに対して序列のこの不等号ですね、イコール付きつかなく、まあイコール付きのこの列算の関係で、そこではさっきのね、こんな感じのですね、ポセットっていう、序列関係の集合のようなものができましたよっていうことですと。ちょっとね今日重たかったですけど、こんな感じでバイナリーリレーションの話をしてきましたと。で次回も小テストやります。
内容的にはカーディナリティと今回のバイナリーリレーションの中から出題しますので、しっかり勉強してきてねと。まああんまりね、やることってたかが知れてるんですけどね、今回の場合は。まあメインとしては、まあカーディナリティっていうのは前端者のお話ですね。前端者があるかどうか、ね、バイジェクションがあるかどうかっていう話で、まあバイナリーリレーションの場合は、まあ今日もがっつりやったとこっていうのは、まあエキバレンスリレーションしかやってないので、まあね、そんな感じですねっていうことです。ではまた来週。